ドジャースの大谷翔平投手が同僚の息子に見せた神対応が話題を呼んでいる。15日、日本時間16日、2MLB オールスター戦の前夜祭として行われたホームランダービーでのフレディ・フリーマン内野手の息子、チャーリー君への振る舞いが最高のシーン、大谷さん優しい、と注目を集めている。 ダービーでは、ドジャースから参加したテオスカーヘルナンデス外野手が見事に優勝。タイラー・グラスノー投手とダービーの応援をしていた大谷は、チャーリーくんの肩を持って白い歯を見せニコニコ。微笑ましい交流を見せた。オールスターの前日練習では、チャーリーくんも打撃練習の玉拾いに参加。打球をランニングキャッチすると、スタンドからは大歓声が、 この時大谷も両手を挙げて驚きながら、誰よりも喜んでいた。フリーマンは、小平は誰にだって友達のように接してくれる。そういう人なんだ。子供や家族に対して優しくて、寛容に接してくれるんだ、と感謝する。楽しそうな二人の姿に、SNS 上では、大谷気味、チャーリーくんのパパみたいになってる。 めっちゃ笑ってる、かわいいチャーリー君パパにそっくりです。翔平くん大好きなんだよね。なんていい笑顔をするんだ、と、ほっこりするファンが続出していた。